であれ、どのくらい眠らされてたんだ。おい、シャモ、起きろ。いつまでも寝てんじゃねえよ。バレた。今それに気づいて、俺を助けるために。叱った時、なんか妙な感じがした。うまく言えねえけど、ホラは現実の中で自分の死を認識した。おそらくはその違いだ。するんだ。みんなのことはほっとくつもりかよ。冷静になれ。まずはここ。ここにあった。前にオーガの手下が紛れ込んでたでしょ。そいつが持ってたの。敵の気配はないな。まずは出口を探して助けを呼ぶ。ああ、そう言って一人で逃げる気ね。そうはいかないわよ。こっちだ。手が二つあるわ。左だ。出るんだ。なってんだ。なんなのこれ。やつめ、俺は実力で自由を手に入れる。ろくろのやつに行くからな。甘くはないぞ。何があった。ろくろに俺はついてる。お前は聞いて、虫はライトネン麻痺させた。でも見ろ、明かりだ。ないの。私が私じゃなくなる前に。ごめん、ボルト。本物の痛みじゃねえ。この虫だって現実なんだ。まだ助かるぞ俺たち。変わり果てた仲間を前にした君が涙ながらにとどめを。今まで騙しててごめん。実を言う、やったのはお前だったんだ。キセルに疑いをかけて退場してもらうには。焦んなよ。私ね、人が持つ欲望にすごく興味があると思ったの。何言ってんだよお前。欲望と生命力は不幸に満ちていた。最後は結局あなたたちに倒されちゃったけどね。お前が、みんな、ほら、キセルのせいで現実が破られそうになったでしょ。だから、手っ取り早くってね。強化された非戦闘タイプだもん。アマドの研究。彼は人間の研究の挙句、次元の心まで調べようとしたの。それで怒りを買って。その時ね、私の心の中でね。人は、それで俺たちを集めたってのか。みんなが必死になった。惜しかったな。君にバレなきゃ。うん、それはそうね。早くみんなを起こして謝る。それでこの幻術を解く方法だけどさ、ボルト、区内もたしを刺せば幻術も消えて君は現実の世界で目覚めるか。それとさ、現実世界で目覚めたら、あの巻物をぐずぐずしてると手遅れになっちゃうよ。ほら早く、現実に戻りたくないの。このまま帰って。本当に君って、見破るのがうまいのね。だから、どうせなら最後は君の手で、でさ。ここならもう一つあるだろ。お前が目覚めて、自分で巻物を外せばいい。ボルト。行くぞ。撃っちゃうよ。出口なんてどこにもないんだから。撃っちゃうは承知だってこと。さあ下噛むなよ。ああ、かけて間に合え。
気持ちはすごいと思うよ。でも全員が救われ、誰かを不幸になんてしねえ。どうしてそう言い切れるの。欲望な夢よな。無理だよ。無理なんかじゃねえ。さあ目を開けろ。お前ならやれる。一旦撤収し、作戦を立て直す必要があると判断した。せめてモークが取れないかもしれないんですよ。もう決まったことなんだ。くそも、やめておけ。任務妨害は重大な規律違反だぞ。お願いします。そこにいるんだよ。ボルトこそ今どこ。それがわかんねえんだ。うろついたりしないでよ。待ってるぜサラダ。ジョバ、主審オリット。罪は償えよ。生きていてくれてよかった。旦那。おいボルト、生きてたか。お前も元気そう。前宛ての手紙だったぞ。手紙。それにね、私も見つけたよ、自分の夢を。ったく、しゃあねえな。お、ひょっとしてラブレターか。見せろ。いやだよ、お前には絶対見せねえ。なんであの女から。ってやがる。どのくらい眠らされてたんだ。おい、シャモ、起きろ。いつまでも寝てんじゃねえよ。バルト君はそれに気づいて、俺を助けるために。叱った時、なんか妙な感じがした。うまく言えねえけど、ホラは現実の中で自分の死を認識した。おそらくはその違いだ。するんだ。みんなのことはほっとくつもりかよ。冷静になれ。まずはここ。ここにあった。前にオーガの手下が紛れ込んでたでしょ。そいつが持ってたの。敵の気配はないな。まずは出口を探して助けを呼ぶ。はあ、そう言って一人で逃げる気ね。そうはいかないわよ。こっちだ。手が二つあるわ。左だ。出るんだ。クソ、どうなってんだ。何なのこれ。やつめ、俺は実力で自由を手に入れる。ろくろなやつに行くからな。甘くはないぞ。何があった。ごめん、ろくろに。俺はついてる。お前は。聞いて、虫はライト年麻痺させた。でも見ろ、明かりだ。時間がないの。私が私じゃなくなる前に。ごめんボルト。本物の痛みじゃねえ。この虫だって現実なんだ。まだ助かるぞ俺たち。変わり果てた仲間を前にした君が涙ながらにとどめを。今まで騙しててごめん。実を言う、やったのはお前だったんだ。キセルに疑いをかけて退場してもらうには。焦んなよ。私ね、人が持つ欲望にすごく興味があるの。思ったの。何言ってんだよお前。欲望と生命力は不幸に満ちていた。最後は結局あなたたちに倒されちゃったけどね。お前がみんな。ほら、キセルのせいで現実が破られそうになったでしょ。だから手っ取り早くでね。強化された非戦闘タイプだもん。アマドの研究。彼は人間の研究の挙句、次元の心まで調べようとしたの。それで怒りを買って。その時ね、
私の心の中でね。人は。それで俺たちを集めたってのか。みんなが必死になった。惜しかったな。君にバレなきゃ。うん、それはそうね。早くみんなを起こして謝る。それでこの幻術を解く方法だけどさ、ボルト、区内も私を刺せば幻術も消えて、君は現実の世界で目覚めるか。それとさ、現実世界で目覚めたら、あの巻物をグズグズしてると手遅れになっちゃうよ。ほら早く現実に戻りたくないの？このまま帰って。本当に君って見破るのがうまいのね。だからどうせなら最後は君の手で。でさ、ここならもう一つあるだろ。お前が目覚めて自分で巻物を外せばいい。ボルト、行くぞ。撃っちゃよ。出口なんてどこにもないんだから。撃っちゃは承知だってばさ。さあ下噛むなよ。君の気持ちはすごいと思うよ。でも全員が救われる。誰かを不幸になんてしねえ。どうしてそう言い切れるの？欲望な夢よな。目を上げろ。お前ならやれる。みんなを起こさなきゃ。一旦撤収し、作戦を立て直す必要があると判断した。せめて目が取れないかもしれないんですよ。もう決まったことなんだ。貴様、やめておけ。任務妨害は重大な規律違反だぞ。お願いします。そこにいるんだよ。ボルトこそ今どこ？それがわかんねんだ。うろついたりしないでよ。待ってるぜサラダ。ジョバ、主審オリット。罪は償えよ。生きていてくれてよかった。旦那。おいボルト、生きてたか。お前も元気そう。前宛ての手紙だったぞ。手紙？それにね、私も見つけたよ、自分の夢を。ったく、しゃあねえな。ひょっとしてラブレターか？見せろ。いや